今回ご紹介するお話は、ある行方不明事件です。ちなみに現在、日本では行方不明者の数は8万人以上いるとされています。驚くほど多いですよね。でもこれって、実は届けが出されているだけでこの数なんです。だから本当ならば、もっと。岡山、地底湖行方不明事件。この行方不明事件は、状況に不自然な点がいくつもあるにもかかわらず、行方不明者が見つからないまま時が過ぎ、事故扱いとされている未解決事件だ。その謎があまりにも多く、殺人事件だったのではないか、と、未だに様々な憶測が上がる。2008年1月5日、岡山県新見市にある、姫坂かなち穴、という鍾乳洞にて、大学生の男性が行方不明となった。ちなみにここは、全長が2000メートル以上あると言われている巨大な洞窟で、すぐ横には神社があり、その御神体として存在している。高知大学学術探検部に所属するメンバーら、男女合わせて13人が、この鍾乳洞へ入っていった。この鍾乳洞に入洞する際には、天然記念物でもあるため、届出を出す必要があったのだが、この大学の探検部は事件の日、なぜか入洞届は出さなかったという。鍾乳洞はかなり危険な場所で、腹ばいにならなければ通れない場所があったり、中の地形が複雑で、具体的にどうなっているのかが未だに分かっていないような場所もあるという。分かっていることは、洞窟の入り口から細い岩壁を進み、そこからさらに一番奥へ進むと湖が存在する。その湖こそが、今回の事件現場となったと言われる場所だ。岡山県新見市は、この鍾乳洞を観光スポットとして紹介しているのだが、一般的にイメージする鍾乳洞の観光スポットのように、しっかりと整備はされておらず、中に入れば、ライトで照らす範囲しか見えないほど真っ暗で、大学の探検部とはいえ、素人が行くのはかなり危険な場所である。この探検部では、伝統行事として、鍾乳洞の奥にある巨大地底湖の奥まで泳いで行き、タッチして帰るというのが恒例となっていた。こんな危険な場所であるにもかかわらず、当時は、お酒を飲んで入洞したり、男女とも裸になったりと、不謹慎な行動をしていたという。ちなみに、地底湖の水深が35メートル。ビルの10階の高さに相当する。そして奥行き25メートル。これは25メートルプールを泳ぐと考えればわかりやすいだろう。深く大きいこの湖を、真っ暗の中泳いで渡り、逆側の岸壁にタッチして戻るのは至難の業であると言える。事件の日、探検部のメンバーと OB の計13人が参加し、4人や5人で1グループに分かれ、入洞した。1組目は無事にことを終え、次のグループの番となった。そのメンバーの1人である N さんは、洞窟の最深部にある地底湖を1人で泳いで渡り、他のメンバー4人は地底湖の手前で、N さんが泳いで戻ってくるのを待っていた。そして、N さんが泳いだ先に、タッチしたよ、という声が聞こえたものの、いつまで経っても N さんは戻ってこなかった。その後、N さん以外のメンバー4人は、N さんに声をかけたりしたのだが、戻る様子がないため、4人全員で洞窟を出て下山し、警察に届けを出した。警察は通報を受け、現場を捜索することになったのだが、狭い場所や、胸の高さまで水に浸かるような場所、鍾乳洞内は昼夜問わず真っ暗で、中の地形がはっきりしていないなど、捜索は捜索隊30人で行われたが、難航したという。懸命の捜査は続いたが、結局 N さんは発見されず、10日間の捜索の後、捜査は打ち切りとなった。後にこの捜査に加わった隊員がコメントを出しており、今までの捜査の中でトップ3に入る難易度の高い過酷な現場だった、と発言している。そしてここからが本題。この事件、警察が、事故、と結論付けている。しかし不可解な点があまりにも多すぎて、ネット上では、事件じゃないのか、と様々な憶測が飛び交っている。さあ、ではなぜそう言われるのか。その理由や原因、それはまず、N さんが見つかっていないからだ。地底湖で溺れて亡くなったであろう、N さんの遺体はなぜ見つからないのか。5人中、N さん1人だけが地底湖を泳いでいるが、1月5日の真冬に服を着たままで25メートル泳ぐのは泳ぎが得意な人でも考えにくい。毎年恒例のこの場所に入洞するのにもかかわらず、入洞届を出していない。
意図的に出さなかったとも考えられる。タッチしたよ。という声が聞こえたとメンバーは言うが、警察が捜索に入ると地底湖の水により声がかき消され、25メートル先での声が聞こえたとは考えにくい。溺れた可能性があるにもかかわらず、残りの4人全員で現場から立ち去り、地底湖から上げるために必要なローブなど持って出ている。もともと助けるつもりがないと考えられている。探検サークルのホームページ上で部長と副部長の名前が事件後に削除されている。部長は女性で、行方不明となった N さんと交際していた説がある。恋愛トラブルが起きやすかった状況もあり、トラブルとなり殺害されたとも考えられる。当時流行っていた SNS のミクシが、事件後何者かによって N さんの投稿記事の中身が削除されている。ミクシの情報より、ハクさんとい人物により削除されたことが分かっており、ハクさんは部長の女性だと判明しており、見られては困る情報が何かあったのだろうか。そして仲間が行方不明になった場合、他に4名いるのであれば、 N さんを見つけた時に救助できるよう2名が残り、もう2名が洞窟を出て助けを呼ぶなどするのではないか。全員でその危険な場を離れるとは、まるで亡くなっていることを4人とも分かっていたのではないかとも取れる。またいくら泳ぎに自信のある人でも、真冬に服を着たまま湖に入るとは自殺行為なのだ。この時の水温は約10度と言われており、この水温に入れば約10分で死に至ると言われている。そんな様々な説が浮上し、 N さんはこの日は参加辞退しておらず、男女関係のもつれからどこかで殺され、鍾乳洞で行方不明になったことにされたのではと噂されているのだ。地底湖に落ちてしまった不慮の事故であれば、初めから入道届を出していないのは不可解であり、やはり殺害計画があり、入道届を出していなかったと考える方が筋が通るのだ。そしてもう一つ、こんな噂がある。上級国民が関連しているという説。これだけの事故であれば、マスコミが報道合戦をしてもおかしくないはずなのだが、この件では誰もメンバーに取材をしていないのだ。一説には、メンバーの親や親族に上級国民がおり、警察やマスコミに顔が利くのではとネット上で噂になっている。そしてこの事件をきっかけに、姫坂かなちアナは現在入道禁止になっている。ちなみに同じような事件で鍾乳洞で行方不明となった大学生が25年後に発見されるというケースが実際にあるようで、事故であれ事件であれ、発見されて家族の元へ帰れることを願っています。